はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。大正ロマン系花札 VTuber こと平鉄でございます。本日はですね、久々にこちらのね、アンバランスさんから出ているね、みんなの花札、こちらのですね、ホイコイで一番強い CPU とね、対戦をしていきます。では、フリー対戦で、12ヶ月時間制限なしで、この辺はオンでいいですね。一般的なルールかと思います。さーて、こちら一番強い最強 CPU 龍炎寺京子さんですね。いくか、はい、よろです。 OK、 いくぞ。いやー、ちょっとブランクがあるからな。お、1月親からスタートですね。行幸行幸。よいしょ。では、よっと。青タンか。青タンが2枚取れる状況ね。しかし効くはないんだよな。と、松に鶴はどうするか。とりあえず松に鶴いっとく。したら、続いて鹿で青タン押さえときますか。これは取られなかったらでかいが、ああ、取られちゃった。まあいいでしょう。キクが出てるんだよな。これが辛いところだね。この梅は私しか取れない。したら一旦藤の短冊をいっとこう。おお、もう参考リーチか。一旦梅でお茶を濁して、でもそこで菊を消費してくれたのはある意味助かるね。そうだな。あやめともみじは残り、大丈夫そうだな。およかったよかった。いや、しかしこれ状況は特に変わってないな。はい、種じゃない、タンだ。こいこいしてきたか。こいこいしてきたか。そうなるとまあこうだよな。こっちも、カスか、カスが。ここで上がる？お、こいこいした。助かる。それだったらね、ここで種で上がってしまいましょう。種じゃねえ、タンで上がってしまいましょう。オッケー。とりあえずはね、とりあえずは1問の場付けで2問。まあね、親継続できたのもでかいし。なるほど。これだいぶイノシカチョ行きたいな。ハギ2枚あるんでしょ。光札もいいけど、ちょっとこれ先ボタンにチョ行っときたいかな。お、いいね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 、いいよいいよいいよ。赤タン、とはハギさえ出ればだが、ここで出るか。たらそうだな、ここでハギ1枚押さえときましょう。そしたらもうね、ハギのね、ハギにイノシシ取れるのは私だけになるんでね。そしたら光札系はね、本命じゃないんだけど、赤タン防ぐために桜打つかとも考えたけど、ここは青タン取って菊出た時に押さえれるようにしましょう。赤タンリーチか。ちょっと
と困ったな。これ来るんじゃないの？来ないか。お、来た来た来た。危ねえ危ねえ危ねえ。間に合った間に合った。さあ、イノシカチョウ。さすがに種と、種じゃない、タンと赤タンリーチはさすがにちょっと上がれないな。ここで勝負しましょう。危ねえ。もう一問つけたかったけどね。よし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 。ただもうね、たかだか8点差なんて一回倍付けされたら終わりなんでね。これは光札先を抑えるか。あ、杯行くのね。となるとススキを抑えたいけど抑えられんな、これはな。あ、オッケー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 、いいよいいよ。お、いいね。一旦アメシコあたりで倍付けにして突き放したいところだけどね。これそうだな、もうカスしか残ってないから切り打つか。うん、赤タンはまだ生きてるね。したらボタンに蝶で、おお、ここで桜に幕が出る。おお、来たね。さあ、花見で一杯、来い来い。困るね、お客さんね。それはちょっと困るね。ではどうしよっかな。これね、松出すと下手したらね、ね、月と両方取られてね、鶴と 月を両方取られて参考の可能性あるから、一旦こうしておくか。これは短冊。これ、鈴木持ってんじゃないの？ほら、持ってた、やっぱり。いやー。飲みは辛いよ、飲みは。はい、20問。12問差か。倍付け1回ね。あー、萩から行くか。なるほど。どうしよっかな。こっちからかな。お、いいね。いいね。いいよ、いいよ、いいよ。そこ押さえれるのは偉いよ。おー、おー、おー、なるほど。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、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 いいよ。あと、杯、杯。飲みには飲みを返してやりたいところ。こうなってくると、相手はまだ赤タンあるから桜はちょっと出したくないよね。ちょっと困った時の藤打ちしておっか。ちょっとね、赤タンはね、取らせたくないんだよな。こっちかな。うわー、出てきた。短冊増えるね。じゃあちょっと赤タン押さえさせてもらって。赤月出ないね。菊に赤月が出ないね。イノシカチョウリーチ。アメシコオリーチ。タネ、タン、タン、タネとタン。
まあ、辛いな。まあ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 いいでしょう。ああ、なるほど。これね、青タン割りたいんだけど、割れないんだよな。素直に桜に巻く。お、いいね。青タン割れたよ。これはちょっと光札系の役に行きたい感じはありますね。もう短冊3枚なのちょっとやだな。あ、杯持ってかれた。あー、霧ね。この霧をどうして出てきたのかっていうのが、藤はまだ短冊残ってるから出したくないんだよな。そうなってくると霧になるか。これ抑えたい、抑えたい、抑えられない。まあほんと強いね。19点差か。6月、月は比較的抑えやすいが、どうすっかな、こっちかな。聞く、ここで聞くは出ないでくれ。したらそうですね、さすがにこっちを抑えましょう。赤タンも割れたのはでかい。あー、参考リーチだ。これは桜と月か。そうだな、マックス可能性見たら、イノシカチョウと種の複合がないでもないのって。一旦これでお茶濁すか。別に取れるんだけどね、取れるんだけど、他に取れる札はあるんだけど、それだと打点にならんのよね。お、いいぞいいぞ。あとは鹿はなんとかなれば、鹿がなんとかなれば。うわ、これ短冊出したくねえ。短冊出したくねえな。ここで鹿を起こしてこれればいいんだけどな。萩は最後の一組か。あー、起きてこない。お、坊主出てきたよ。さあ来い。来ないね。あー、そっちに行く。仕方ないね。あー、せめて種だったらな。19問ならまだ可能性あるよ。飲み1回でまくれるからね。どうしようかな。いやー、どうする。これ鶴放置するか。言っとくか。おーおーおー、いいぞ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 。
オッケーオッケー。じゃあこれでイノシシ取ろう。イノシシを取ってしまって、青タンか。青タンならまあ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 いい。あとはモミジさえ引いてこれればな、一番いいんだけどな。ちょっとネギ打ちしましょう。あー、桜に巻く。青タンリーチ。この青タンダックはね、防ぎようがないんだよな。この辺か。頼むぜ頼むぜ。桜か、桜に巻くか、すすきにつき引いてくれ。来た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 。いやー、これ。分が悪いな、ここ勝負しましょう。これで14問差ですよ。倍付けで並びますからね。まだ8月、希望はあるぞ。何より先手を取れたのはでかいと思ったんだけど、手札がどうにも初動が難しい手だな、これな。どうしたもんかな。展開次第だな、これ。おー、いい。まだついてる、まだついてる。したら、ちょっと赤タンもらいましょう。桜もあるしね。松だけはちょっとどうしようもないけど。アメシコ行かせてくれ。ススキ引いてくれ。でも、イノシカチョウ行ってるね。イノシカチョウ行ってるね。そうだな。霧をここで立っておくべきかどうかって微妙すぎるな、これな。ちょっと、うわ。あ、オッケー。ならいい。じゃあ、ここで。ああ、資料見ましたね。まあまあいいでしょう。おー、来た。赤タンリーチですよ、これで。これでタンもつけて、よーし、来た。いいぞ。あとは、霧に鳳凰がね、来なさそうなんだよね。せめて、タンか種か、あと、杯すぎてきたら最高。頼む。まあ、たんな。まあ。親キープできただけでもよしとしましょう。これで倍付けでまくれます。さあ、9月。どうしよっかな、これな。雨3枚見えてるでしょ。とりあえず初動としてこの辺いっとくか。お、いいね。ボタンはちょっと未知数だけれども、割られましたね。まあまあいいでしょう。相手の竹役を一つ潰したということでね。お、こうなると鈴木に月を取れるのは私だけですよ。じゃあこのまま種を伸ばして倍付けしやすい条件を作りたい。青タンがまだあるのか。となると、そうだな、この辺だな。
こっちかな。うん。赤単はこれでないなったけれども。そうだね。でもこの辺出す参考の可能き、ね、危険性があるのって、まあこうだな。種、ねえ。いや、これはちょっと上がりきれる自信がない。勝負しましょう。12問差。全然射程圏内だよ。あと3ヶ月。もう、場に赤炭3枚見えてる。梅は最悪、自己回収できるでしょ？したら、光札系の役と、赤炭を、並行して狙うか。倍付けしないと、どうしようもないもんな。なるほど。そうだな。ちょっと松を引くかどうかはわからんけれど。あ、坊主持ってるね。そうなると、まあ、ね、一直線に行くならこうだけど、松を抑えられたらもうどうしようもないんだよね。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。ああ、いいぞ、いいぞ。管理値か。ボタンは出せんしな。タンがもうない、埋め出すか。あー決められちゃった。さすがに上がるよね。残り2ヶ月。たった2ヶ月か。13問差だから、倍付けさえできればなんとかなるんだ。ん？困ったね。どっちに行くかだな。萩はどうしようもないんだけど、でもこれ防御考えるならこうなんだよね。ちょっとリスクがね、やっぱでかすぎるからな。じゃあ次は桜を抑えて、うわ、またススキ出てきたよ。じゃあもうちょっとこ、イノシカ一直線に行きましょうか。で、青田も割りつつ、まだアメシコあるよ。まだアメシコ残ってるよ。赤田もあるよ、まだね。ああ、持ってるんかーい。持ってるんかーい。18問ね。18問ね。これで杯確定で抑えられるね。出ればの話だけど。しかし何も出せる札がないのかよ。
飲み系の役と飲みとあとなんか光札のも役をなんか両立できればいいんだけど。お、霧出たね。霧は助かる。おー、いいぞいいぞいいぞ。はい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 。青タンはとイノシカチョウにはいけないようにしときましょう。うん、まだ希望がないではない。あ、じゃあまあこうかな。おおおおおお、まだ可能性あるよ、可能性あるよ、まだ可能性はある。これコイコイしないとどうしようもないんですね。18問取りゃいいんでしょ。うん、さあ来た。オッケー。三光と月見とカスとタンでしょ。勝ったな。悪いね。はい、ということで逆転勝利やったぜ。なんとかなった。危ない危ない危ない。もう怖いね、ほんとね。はい、ということでね、うん、なんとかなりましたね。いやー、危なかった危なかった。やっぱりこの恋恋のスリルっていうものはね、やっぱ他にはね変えられないものがありますね。いやー、間に合ってよかった、ほんとで、ありがとう山札さん。うん、ということでね、はい、本日の動画はこの辺で終了でございますね。面白かったという方はですね、高評価やチャンネル登録といただけると励みになります。ではね、また次のね配信もしくは動画でお会いしましょう。さようなら。